市民球場です。読売ジャイアンツ対埼玉西武ライオンズ、この一戦をお送りいたします。ジャイアンツの先発はルーキーの井上、対するライオンズの先発は右の相内、この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなく試合開始となります。ワンアウトランナー一塁という場面で高木、背番号73。第1球低め、直球は外れてボール。第2球投げました、2球目ストライク。投球は3球目投げました、打ちました。増田掴んだ、2塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。井上まずまずの立ち上がりです。右の相内マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは加藤。第1球投げました、初球出てた、抜いていった、加藤ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。背番号61。初球ストライクからバントしました、ピッチャーの左へ転がした、アウト、ランナー二塁に進みました。ライオンズ先制のピンチを迎えます。第3球を投げました、打ちました、これはセカンド真正面、アウト、ライオンズなおもピンチが続きます。バッターは DH の中島。背番号5。第1球投げました、打った、初球打ち破ってった、ボールは中継、ジャイアンツ早くも先制、1対0。さあ、同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で高木、見送ってストライク。さあ、次の投球、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット、センターからセカンドへ、ライオンズ同点、1対1。高木タイムリーツーベースヒット、これで2打数の1安打。第1球投げた、ボール、まずはインコース高め。第2球投げた、アウトコース高め、ボール、投げた、ボール。第4球を投げた、4球目ストライク。第5球投げた、変化球、見送ってフォアボール。バッターは5番アイト。ライオンズ1打勝ち越しのチャンス、投げました、初球空振り。第2球投げました、ストライク、少し迷ったか。第3球を投げました、ストライク、空振り三振、アイト三球三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターは佐藤。最初のバッターボックスは初球から打ってった、取って、これで3アウトチェンジ。4回の表が終わって1対1、ライオンズこの回1点返して同点としています。同点で迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面で松原、インコース引っ張った、1、2塁間破ってった、ライトからサードへ、松原いいバッティングを見せました。ライオンズピンチを迎えます。投げました、三振、高めの変化球でスイングアウトを取りました。第3球を投げました、打ちました、ショート、これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。相内ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。4回までが終了しまして1対1です。同点で迎える5回です。ワンアウトランナー一塁という場面で吉川、今日流し打ち、どうだ、一二塁間の打球、ライトからサードへ、吉川ナイスバッティングです。ライオンズピンチを迎えます。第3球は空振り三振、バットアウト、相内3球で仕留めてみせました。投球これから5球目、打ちました、レフト前に出る、取りました、これで3アウト。相内ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。5回の裏が終わりまして1対1です。同点で迎える6回です。ノーアウトランナー一塁という場面で高木、初球送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、一塁送球、一塁セーフ、記録はヒット。ライオンズチャンスをものにできるか。ジャイアンツここで前進守備を敷きます。投げた、決まった、ストライク。第2球投げた、ボール。
第3球を投げた、打った、センターへの犠牲フライになるか、取った、三塁は高木、センターへの犠牲フライ、ライオンズ1点入りました。ライオンズここはなんとかしのぎたい。ワンアウト満塁という場面で菊田投げた、打ちました、抑えた、これでツーアウト、ランナーはフルベース変わりません。第3球を投げた、見逃し三振、松岡3球で仕留めてみせました。7回の裏が終わりまして5対2、ジャイアンツあと3点を追いかけます。ライオンズさあチャンスをものにできるか。第1球見送ってボール。第2球投げました、打った、これは強烈、いったー、一直線場外ホームラン、ツーランホームラン、打った瞬間ホームランと分かる超特大アーチ、甘い球を完璧に捉えました。ジャイアンツ何としても得点を挙げたい9回です。バッターは中島。ライオンズここはなんと初球打ち抜けた、中島いいバッティングを見せました。バッターは5番菊田。今日5度目のバッターボックス、アウトロー、空振り三振、ボール球で仕留めました。ライオンズ快勝しました。いただきましたように、本日の試合はライオンズが勝ちました。勝利投手相内、敗戦投手井上でございます。さて本日のヒーローは高木、今日4打点を挙げる活躍を見せました。本当に